皆さんこんにちは、マーチーゲーミングです。今日もご視聴ありがとうございます。今回はですね、以前にやりましたマーチータウン企画の優勝者であるテツさんと一緒にバックパッキングというゲームに入りました。それでは行ってみましょう。はい、というわけでね、鉄さん登場でございます。彼はですね、鉄道を中心にした YouTube チャンネルを持っていらっしゃいます。詳しくは概要欄をご覧ください。でね、すっごいね、いい方で、まずオープニング撮ってるんですけれども、サンズさんが来てもね、皆さんでやりましょうみたいな感じでね、言ってくださったので、サンズさんと出発です。でね、こっからハプニングだらけのキャンプが始まるんですけれども、まずね、なんかね、バスを盗まれたんだよね。バス盗難なんだよね。これね、もうしょっぱなから。で、乗り換えようとしてもバグでなんか乗れなくて、結局、リスポーンをいたしました。というわけでね、リスポーンをしております。ようやく出発もね、これ、はしょってますけど、夜になってます。で、あの人はとか言ってね、サンズさんが、テツさんおらんつってね、私、急いで戻ってますね。で、テツさんが、ちょっと、満員だったみたいで、全然入ってこれなくて、主役、行方不明となっております。そこへ、大茶さんやっていらっしゃいました。イェーイということでね、いたんですけど。速攻引かれましたね。これ何なんだろうね。今回ちょっとハプニングがね、ほんと多くてね、大丈夫ですかとかって言ってましたけれどもね、サンズさんが連れてかれたっつって焦ってますね。大茶さんがそのままどっか行ってしまったので、ちょっともう本当にね、てんやわんやでした。というわけで、リスポーンです。でね、いつの間にかこんなにね、あのフレンドの皆さんがね、集まってきて、あのルチ鉄の鉄さんね、無事生還です。で、このキャンピングカーはフレンドであるテムッチが出してくれました。がね、もうすんごいだよね。もうこれ早送りしないの、これすごい速さなんですけれども、スピードがね、もう大暴走の速さでございまして、でキャンピングカーなんだけど、道がね、道なき道を行くって感じでね、どうやって進んでんのみたいな感じでね、まあどんどん進みましたね。で、最終的にどっか引っかかって到着。そしたら鳥になろうかって言われたので、みんなでハングライダーに挑戦です。ただね、これめちゃめちゃ速くて、もう私速攻でね、落下してね、ちょっと遭難しました。はい、遭難をね、いたしましたということで。で、ここでね、またなんかですね、鉄さんがね、なんか井戸に入ってったんだよね。で、入ってったから一緒に行こうっつってね、行ったんですけれども、ここ中私初めて見たんですけど、すんごい綺麗でした。クリスタルが、ここ、こんなとこあったんだなと思ってて、そしたらね、サンズさんが死んだとか言ってで、結局またリスポーンということで、リセットですね、いたしました。で、こちらね、またね、来たと思いきや、なんかね、バスが、どんどん来るんだよね。どうなっちゃってんのって。で、鉄さんね、LOL つってね、あの、スラング使ってます。で、こちら、どんどんまあ、いろいろあって、ので、リセットしの、みたいな。で、またね、なんかバスがなんかね、荒ぶるんだよね。で、これね、もう、どうしようかなって言いつつ、強行して、もう出発ね、もう相変わらずの爆走で移動でございます。で、ようやくキャンプできるとこ来た、と思ったら、なんかね、今度私がバグっちゃって、もうね、バスの視点から自分が変われないっていうかね、ほんでまたリスポーンなんですよ。もういつになったらキャンプできんのみたいな。で、このテムッチを迎えに来てくれて、もうね、ようやくなんかできたんですけれども、で、ようやくのキャンプ開始です。はい、では、鉄さんのね、テントの中を早速見ていきましょう。こちら、すんごいおしゃれでございます。めっちゃ可愛いですよね。すごいセンスが光っております。もう家じゃんとかって言ってる人いますけれども、テーブルの上にね、ちゃんとサンドイッチあって、もうサンドイッチ大好きだからね、美味しそう。でね、なんか雨の中キャンプしつつ、ほんでなんか、鉄さんめっちゃ燃えてるけど大丈夫みたいな。なんかキャンプファイヤーね、見ると燃える人多いんですけれども。で、皆さんでね、まあ雨降ってましたけれども、楽しく遊びました。もうね、こんな感じでね、ちゃんとプール入ったり、皆さん最終的に仲良くなってね、和気あいあいと過ごすことができました。で、鉄さんがなんか見つけたって言って、ここ来たらですね、なんかスパがあって、すごいおしゃれなね、場所がありました。プールもね、あって、で、ジャバーンってね、ちょっと泳いでみたりとか、すごいいいですよね。景色がね、良かったです。そしたらね、なんかクマがいるっつってね、見てたら、なんかサンズさんがね、襲われてんだよね。
なのでサンズさんをクマから助けるミッションが始まっております。なんでこんなとこいたんでしょうね。あのサンズさん救出のために一生懸命みんなでねスプレーをかけております。なんかこうやって見るとちょっとクマかわいそうなんだけどね。でこんな中クマに乗っているテツさんでございます。もうねチャット大盛り上がりでした。ムバーとかね怖いとかえーんとかってね言ってましたけれども、でもねすごい楽しかったです。というわけで今回はテツさんと一緒にバックパッキングに入ってみました。もうね本当にトラブルだらけだったんですが本当に楽しかったです。テツさんと来てくださった皆さん本当にありがとうございます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またね。